今日は中日ドラゴンズドラフト会議で誰を1位指名するのか考えたいと思います。中日スポーツの記事を見ると、中日ドラゴンズのドラフト1位の候補の選手は森下翔太選手、吉村浩二郎選手、曽谷龍平選手、斉藤裕太選手、伊比根逸也選手です。この5人の選手をピックアップしたそうです。この中で伊比根選手はソフトバンクがドラフト1位で指名すると公言がありました。私はね、そうきたかって思いました。伊比根選手は地元誉れ高校の内野手の選手です。夏場あたりから評価が急上昇した選手です。将来はショートのレギュラーを獲得できる選手です。中日ドラゴンズはできれば伊比根選手をドラフト2位もしくは3位あたりで指名したかったんですが、ソフトバンクがドラフト1位で指名をするみたいです。もしも伊比根選手を獲得する予定だったら他の選手に切り替えないといけませんよね。でも今年は大学生ですが、天理大学の友杉敦樹選手、亜細亜大学の田中美希也選手がいます。2人とも伊比根選手に負けないぐらいいい選手です。2人のうちどちらかは獲得したいですね。この5人の中ならドラフト1位で指名をする本命の選手は曽谷龍平選手と思いますね。今年の中日ドラゴンズが真っ先に補強したいポジションは左投げの即戦力先発投手です。あとはスラッガータイプの選手です。紹介した5人の選手のうち左投げの即戦力先発投手は曽谷龍平選手のみです。中日ドラゴンズは今年のドラフト1位は曽谷選手を指名するのはかなり濃厚だと思いますね。私は日体大の矢澤宏太選手をドラフト1位で指名すると思っていたんですが、外れてしまいました。残念です。でもね、もしかしたら外れ1位で矢澤宏太選手を指名する可能性もあると思っています。また10月8日の試合で曽谷龍平選手は上部大戦に登板をしました。この試合は巨人を除く11球団18人のスカウトが視察をしたそうです。巨人は高松城の浅野翔吾選手をドラフト1位で指名すると公言しています。だから巨人のスカウトは曽谷選手を視察しなかったと思います。曽谷選手は1年目から先発ローテーションに入って投げる可能性は十分にある選手です。1年間一度も先発ローテーションを外れることなく投げるのは難しいかもしれませんが、年間10試合から15試合は先発で投げてくれれば助かります。中日ドラゴンズの先発事情は5番手6番手の選手に苦労をしています。フェニックスリーグで先発として投げる予定だった勝野選手が練習中に左足を気にする素振りを見せていたそうです。勝野選手は能力が高い選手なんですが、少し怪我が多いんですよね。今シーズンもシーズン序盤に怪我をしてなかなか試合に出場することはできませんでした。今の中日ドラゴンズは一人でも先発投手が抜けると試合を作れる選手があまりいないんですよね。だから即戦力の先発投手は一人は必ず欲しいんですよね。また先発の柱の大野雄大選手は来年35歳になります。大野雄大選手の代わりになる左投げの投手も欲しいから、同じ左投げの曽谷選手を指名すると思いますね。また曽谷選手は他球団と競合になる可能性はあると思いますね。3球団ぐらいで競合すると思っています。もしも中日ドラゴンズが曽谷選手を指名しないなら、吉村浩二郎選手を指名する可能性もあります。吉村選手は右投げの投手です。社会人ナンバーワンの選手です。吉村選手は10月6日のヤクルトとの練習試合に先発として登板をしています。3回を投げて被安打3、7奪三振、無失点に抑えました。最速は149キロをマークしました。1回1死1三塁で村上選手からフォークボールを使って空振り三振を取りました。これはね、スカウトにいいアピールになったと思いますね。練習試合とはいえ、今日本人で一番いいバッターの村上選手から三振を奪いましたからね。スカウトの評価はぐっと上がるでしょう。吉村選手は1年目から先発ローテーションに入れる能力はもう持っています。1年目から2桁勝利もあると思いますし、新人王も獲得できると思っています。吉村選手も多分ですけど他球団と競合する可能性はありますね。2球団から3球団で競合するかもしれません。またドラフト会議で1位指名を外して外れ1位の指名も外した場合は、苫小牧中央の斉藤裕太選手を指名する可能性はありますね。斉藤選手は投手です。189センチ88キロ、右投げ左打ちです。マックス151キロのボールを投げることができます。持ち球はスライダーカーブフォークです。中日ヤギスカウトはストレートの強さ、空振りを取れるフォーク、高評価しています。今の中日ドラゴンズはドラフト1位で高校生投手を獲得する余裕はないと思うんですよね。
最近だったら2020年にドラフト1位で中京大中京の高橋宏斗選手を獲得しました。ここ最近高校生投手をドラフト上位で指名をしているので、今年のドラフト1位は高校生投手を獲得しなくてもいいと思うんですよね。でもね、ドラフト会議で2回ドラフト1位を外したら素材型の高校生投手の指名でいいと思います。また立浪監督が推している森下翔太選手は多分中日ドラゴンズはドラフト会議で指名はしないと思うんですよね。森下選手は右投げ右打ちの外野手の選手です。中日ドラゴンズは昨年のドラフト会議で右打ちの外野手の選手を3人獲得しました。しかもドラフト1位2位で右打ちの外野手の選手を獲得しました。ドラフト1位にブライト健太選手、ドラフト2位に鵜飼康介選手を獲得しました。それで今年も右打ちの選手を獲得したら、いくら何年も右打ちの外野手の数が多すぎると思うんですよね。だからドラフト1位で森下選手の獲得はないと思うんですよね。2位もしくは3位以降で森下選手がまだ指名されていなかったら指名するかもしれませんよね。でもね、右打ちの外野手を指名するなら内野手星を先に指名してほしいです。また名前は出ていませんが、高校生内野手で右打ちのスラッガータイプの選手の日本航空石川の内藤豊選手を外れドラフト1位で指名する可能性はあると思っています。単独で1位指名は多分ないと思いますね。今日の話をまとめると、中日ドラゴンズドラフト1位指名選手は本命は曽谷龍平選手だと思いますね。これはほぼ確定だと思いますね。それか吉村浩二郎選手と思いますね。今年のドラフト1位は曽谷選手と吉村選手どっちかになると思っています。愛媛選手はソフトバンクがドラフト1位で指名すると公言しました。斉藤裕太選手は外れドラフト1位で指名があるかもしれません。森下選手はドラフト1位で指名はないと思います。